新しくニコジョッキーを始まります。僕たちが、マセキ芸能社から参りました。モグライダーでーす。はい、モグライダーと申します。ありがとうございます。ありがとうございます。よく見えました。でこちらが、はい、ルシファー吉岡です。よろしくお願いします。いやね、素晴らしいですね。初めましてニコジョッキーさんという方でね。ニコジョッキーさんって言うんですかね。はい、これからね頑張ってね。あんまりわかんないけど。はい、うん、僕たちがね、こうマセキ芸能社の芸人なんですけども、うん、自己紹介をじゃあまずしていこうかなと思うんですけども、はい、番組の説明しますね。番組の説明しましょう。番組の説明はこの3人で今急に始まったもん、ね、1時間ぐらい大トゲする大トゲする番組なんですけども、悪影響というね、悪影響な、まあ良くも悪くもね、いろんなものに影響を与えていきたいなっていう。悪っつってから悪くもしかない。いやね、僕たちこの3人がね、何ができるのかと。そうですね、僕たち3人が何ができるのかっていう、いろいろね、ディスカッションしながら、あの、お客さんとかとみんな仲良くなって。みんなでね。はい。あとですね、その、僕たちもいろんな芸に、肥やしにね、試せるものを試していったりとかね。芸の肥やしにね。そう。いろんな企画を、芸に肥やしに。肥やしもね、つけて、見つけて、いろいろね、なんか向上して、僕たちもね、成長して、成長成長学園前成長学園前成長していこうという、楽しい番組になってますので、皆さんもね、ぜひぜひ仲良くなっていただきて、楽しくね、頑張ってね、いただきたいなと思います。はい、よく言えましたね、はい、なんとかたどり着けました。わかりましたかね。わかりましたかね、説明を。はい、まあ、なんやかんやね、なんやかんや3人でやりましょう、うん、トリオではないので。そうなんですよ。同じ事務所で、マセキ芸能社っていうところで、うん、同じ事務所でやってますけど、うん、ルシファーさん一応先輩ですよね。あ、そう、ルシファーさん。そうですね、僕は吉岡さん先輩なんでしょう。歩く男性シンボル。男性シンボル、そうですね。ルシファー吉岡さん。俺言っちゃっていいですかね。喜びすぎだろ、お前。男性シンボル。あ、なんかいろいろ書いてありますね。で、はい。本当に。来て、あ、すげえ。チンピラゴリラハゲ。早い。早いね、こう。いや、口悪いな。仕分けが早い。蓮舫が見てんじゃん。蓮舫ゴリラハゲ。ちょっと待って、蓮舫見てる？蓮舫見てるかもしれないですね。蓮舫だよ。あ、いいじゃないですか。ね、うわ、すげえ来てる。落ち着かないな、ともしげみたいな、いろいろ書いてありますね。ガリガリ君じゃないですよ、ちょっと。ガリガリ君じゃないですからね。実写版でもないですし。はい。あ、そっちに全部出てる、ね。そう、こっちの方がなんか早い。早いですね。早いんですね。はい、うん、こっちばっかり出てます。そうですね。本当ね、何せニコジョッキーさんっていうのが初めてなんで、あの、いろいろその言い方としてニコジョッキーさんっていう。ニコジョッキーさん。まあまあ、これ自体をニコジョッキーっていうんでしょ。そう、ニコジョッキーさんっていうのがあるんですけども、うん、これがやっぱり初めてなんで、ちょっといろいろそつないことがあるとは思いますけども。そつないに越したことはねえんだよ。やっぱ面白いものをお届けしようと。これを見た人損させないよっていうね、あの、向上心僕たちみんなありますから。うん、あるよ、それは。ありますんでね、ちょっと頑張ってね、行きましょうね。ポップミュージックみたいなやつやりやがって。はい。どうですか、ルシファーさん。え、もう意気込みみたいな、行きましょう。素晴らしい。名司会が飛び出してますけど。意気込みは何かありますか、どうですか。意気込みはそれはありますよ、だって。でもさっきの説明で伝わったのかなっていうのはずっと気になってますけどね、その番組の趣旨っていうか。じゃあ行っちゃいますか、ちょっと。説明しちゃいますか。説明、はい、した方がいいの。一応じゃあ、軽く、ね、一番先輩だからしっかりしてますから、ね、しっかりしてますしね、落とし物、ね、分かりました。だから、まあ、はい、その悪影響っていうタイトルでね、あ、そうですね、させてもらいますけれども、はい、まあまあ、その悪影響とは言いながらも、はい、そのね、モグライダー、ルシファー吉岡というこのお互いのコンビが、うん、いい影響を与え合って、お、芸人として成長していく。また、はい、こちら視聴者の方々、なるほど、からのコメントもいただき、はい、良い影響を受ける、なるほど、これによりまた我々が成長すると、はい、という、悪影響というタイトルの割には、すべて良い影響しかもたらさないという、じゃあタイトル変えろやってじゃあタイトルを変えろやってきてますねえ、そうなんですよね。まあ、そうですけど、そこに一つひねりの効いた番組だっていう。そういうふうに言っといたら、なんか見ちゃいそうな気もしますしね。うん、きっかけみたいなね。なんかもう早くもいっぱい質問。うわー、すごい、ありがたいですね。ね、あ、僕らはどんな感情で見てればいいですか。確かに。知らない人たちが出てきてね。考えるんじゃないです。そうですね、感じれば。感じてみてください。今でも勢い乗ってますからね。みんな。ルシファー吉岡さんなんて、この間のベストエンタっていうライブがあるんですけど、それで、あの、人気投票あったら第2位。ね、30組ぐらい出てる芸人さんが誰が第2位いるかを言わないと、そうか、ゴミみたいなやつ出てるのに第2位って言われたって、分かんないんだから。今、キングオブコントの
あの3位になったカモメンタルさんとか、あとはトップリードさんとか、新宿カウボーイさんとかを抑えて第3位、第2位。どっち